まあでも今買いたいって言ってくれる人が現れてる状況だからさ、うん、まあ、まああれなんじゃない、あのさ、やっぱり誰かに取る、あの男のね、うん、狩猟本能としてさ、誰かに取られると思うとさ、うん、なんだこう、なんだよ誰かに取られるって、追いたくなるみたいなさ、そういうのないよ。だってさ、何言ってる、といてさ、決まりかけたらそんなこと言い出してさ、いやもう、さ、だって探してって言うでしょそれ。だってさ、僕が介入するの拒否したんだよあなた。だってじゃあ探してよって話だよ。だってもう、だって僕が探すとか言ったんだぜ。だから言ったよそれはさ。だってあなた、何が僕が探すだよ、最後取られそうになったら。なんかもうだって1週間だって何にも決まんなかったら、それは僕じゃ探すよってなるよ。いや何も決まなかったらって知人に聞いてもらってたんだけどね。もちろんそうだけど、一生懸命やさなら分かるけどさ、めっちゃ可愛いんだけど、いや結局でも結論出ないけど、出さないと。だってもう欲しいっていう人がいるんだからさ。欲しいっていう人がいるんだったら、でも辛いけど送り出すのが今できることなのかなと思うけど、ね、見てこれ、初めて見たんだけどこんな寝方。やるじゃん猫。やるって言うけどさ、うん、初めて見た実際。なんならベロ出して寝るからね。本当？本当こうやって。それもうなくなってんじゃないのそれ。この寝方した子今までいた？いた。いた？うん。いたよ。僕初めて見た。黒豆ちゃん。あなた飼うの？そんで。いやだからさ、私だって職場の人なんだからさ、一人がさ言えないじゃん返事を。それじゃ無謀じゃない、飼うって。何にもできなくなるよ、うん、だからくれる、あの、じゃ あなたの部屋なんかやってる場合じゃなくなるよもう。じゃああげるってなったらあげるでいいんだね。もうこの子っち布団に入れたいんだけど。ダメそんな子だったら、ね、今日 Google ネストケアもセットしといていい？あ、いいよ。本当、うん、やった。多分ボス基地入ってくるよ途中で、うん、あなたがなんか猫にひどいことやったら呼びかけようかな、やめなさいって。じゃあいいね、うん、出して、うん、いいのね、あなたは。なんか喋ってる。あなたはそれでいいのね。なんか喋ってるよ。
僕はそんなのダメだよって言ってるよ。やっぱりさ、私には決められないよ。決めたら、だから僕決めたらって僕に全部振られても困るっていうのも、僕だって生活いっぱいいっぱいなんだからさ。じゃあなた何か手伝えんの？ん？ほら今何か手伝うて？で結局だって全部僕に丸投げでしょ。だって結局だって一緒に住んでない以上はさ、一緒にいたら私が全面的にこのこっちの面倒を見るけど、かといってな、あなた飼えないしな。そもそもあなたがね、別宅でこの子たち飼ったらね、もう僕ら今月、こういう状況じゃなかったら月1回とか2回しかとかしか会ってないじゃん。もうそれが半年に1回とかになるよ。いや、連れて会いに来るよ。そりゃかわいそうだろ、連れて回ってたら。だってあなただって会いたいでしょ。まあ会いたいけどさ、猫にとってストレスじゃない。だってん、今はいいけど、いいけど何？年取ったらどうなるかだよね。介護って僕まだ経験ないからさ、猫のさ。うん。よっぽど大変なんでしょ？そうみたいよ。ええ。めっちゃ可愛いよ。いつも一緒に寝てんだもん、くっついて。まあ正直ね、僕はね、今回はやっぱり出した方がいいかなと思ってる。今回は、うん、里もに、うん、どう考えたって厳しいもんだったよ。そっか、うん、でも候補もいらっしゃるし、うん、しばらくは多分落ち込むけど、うん、あなたも寝てるでしょ。寝てる。大丈夫。大丈夫、起きてる。で、あなたは多分なんか毎年こういうことが、毎年なんか猫を拾ってきそうなこと。よかったよ、あなたの車にドライブレコーダーつけといて。買ってあげれば。買ってあげるの？何匹？あと2匹置いときたいんでしょ。だからさ、置いときたいって、そりゃさ、まあ猫屋敷確定だけど。それやったらまたあなた来年どっかでなんか猫引きそうになって拾ってきてさ、この子もこの子もって増えてきそうじゃない。どうすんのよ。僕はね、あなたがこれから事業で借り入れるお金、必死に夫婦で働いて返さなきゃいけないって時に、僕猫の面倒だけ見せていいの？だってダメでしょ。ダメだよ、馬車馬のように働いて。
もこれ以上ね猫増やしたらね、うん、結局ね猫ってトイレの使い分けできないんだよ、うん、どうやっても。だから結局猫吉とボス吉も今一緒に部屋共有してるけどさ、もうどっちもトイレ使っちゃうし、どっちのご飯も食べちゃうんだよ、うん、だそれだったらもうトイレの場所一箇所にして並べるしかないで、効率よくせばしていくしかない、うん、でもそうすると今ボス吉の尿とかって白いシートで色見てるんだけど、それもできなくなるからさ、もう誰のおしっことか分かんなくなっちゃうから、まあ、その辺は普段の様子を見て、うん、異常があったら察するしかないな。うん、血液ができたら大体トイレの回数増えたりさ、うん、なんか様子がおかしくて分かるよきっと。うん、トイレしながらうなったらもう確実だし決定だし、うーってうなりながらおしっこしたら、うん、ボス吉はね血石がやっぱりできやすいって言われてるから先生に、うん、っていうのはヒルズ食べてても血石できたから一回、うん、普通はそういうことないんだって。僕おやつあげないじゃん、うん、あんまり。だって結局勝ったってあなたノータッチでしょ、どうしても生活上。いや、だから来るとしたら週にまあ2回ぐらいは来ようと思うけど。だって週2回来て何ができる？可愛がる。いいとこだ、いいとこだけ取って終わりじゃんかよそれじゃ。お掃除。お掃除って言ったってさ、顎汚れてる。可愛がるってなんだよ。4匹のトイレ掃除は大変だよ、もうずっとトイレ掃除だよ。もうだってあなた1匹取っとくんだったら本当は1匹ぐらいが、まあ、ベストなんじゃないかと私は思うけど、うん、1匹取っとくんだったらいっそのこと全お二方とも手放したいって感じでしょ。手放したいとかってじゃなくてさ、別に手放したがないけどさ、もちろん。でもやむを得ないのかなっていう感じだよね。今僕らって正直そういう状況じゃないっていうかさ、うん、あなただって大変な時なのにさ、あなたが大変になるってことは僕も大変になるんだから。いやーでももうだって今日決まんなかったらもう、だから引き取ればいいじゃないか、うん、一人じゃ無理だって。もう、うん、何にもできなくなるよ。来て住みゃいいんでしょ、住みゃ。だからそれだって無理でしょうよ。あなた仕事できなくなっちゃうじゃん。たまに来て仕事ちょっとやるぐらいだったらいいけど。可愛がる。可愛がるってな、ね、もう可愛がるとかって言って次から次へと道路で子猫拾ってきちゃったらもう。でもそれで私が事業所としてさ、うん、一軒家借りればさ、うん、そこに連れてけなくはないじゃん。まあ連れてけなくはないけど、うん、現実問題として僕がこっちで猫2匹飼ってあなたが別の家で猫飼ったらさ、うん、だからさっきも言った通り今でさえ月1回とか2回しか会えないのにさ、うん、それもう半年に1回とか2回しか会いませんみたいになったらさ、僕らなんで結婚したのって話になっちゃうよ。半年に1回や2回は大げさだな。言ったってだって家そんな開けられないでしょ。だってじゃあ保護猫施設を作ればいいじゃん。あなたがね、あなたがねうん、
個人ではちょっと厳しいよな。そう。まあ大人になっていくに従って今よりちょっと楽になるとは思うけど。うん。まあ勝ったら勝ったでなれるんだろうけどさ。うん。そうですよ。でも言ったってさ、歯磨きほんと大変よ。一匹一匹やってくの。うん。でそれやってない人がほとんどなんだけどさ、うん、やらないと口もほぼ確実に悪くなるから。うん。そうなった場合、なんで僕やるかって治療費が大変だからやるのよ。うんうん。で治療しなかったら猫ちゃんずっと痛がんじゃん、うん、で猫は喋らないから飼い主が気づいてあげないとさ、ずっと苦しむから、それで永久に、うん、歯なんて。黒豆ちゃんの寝方が超可愛いんだけど、万歳して寝てる。あなたが変なことやったから終わっちゃった。せっかく可愛いポーズ撮ったな、写真撮りたかった。いや正直ね、結論出せない。これは本当に申し訳ないけど、もう出ないなら寝ようぜ。お互いこういうところは。じゃあおやすみ。おやすみ。じゃあね、Google ニュースとキャンプセットするからね。はい。じゃあおやすみ。